中田こんばんばは松原ですえー、と前回の放送のまあ続きというかえー、と前回ゲストが、えー、声優事務所のマネージャーさんの、えー、と大沢さんに来ていただいていろいろ聞きましたけどもあの、まあ、前回の放送と今回の放送の合間に まあ、この2人休憩を取ってるんですねちょっと休憩させてもらってで、まあ、何を聞くねんみたいな感じでしたね大沢さんの反応は <laughs> <laughs> やばいかなみたいなちょっと頭抱えてらしたんで、えー、そうなんですねあのそっかそんな際どいことを聞いてたんですね、えーまあ、今回もなんか何か一個考えます何か聞いてみます でいやちょっと話変わりますけど、まあ、あの声優事務所のマネージャーさんと話したんで声優さんの話出ますよね鈴村さん櫻井さんとでやっぱついなんかそっち喋っちち喋ゃうんんですよねなんかこう聞いてるお客さんもあの喋ってて興味あるだろうなとも思うしで僕もこう喋りやすくてでも「裏方」っていう番組じゃないですかねえ で大沢さんに来てもらったらやっぱこうマネージャー業のこととか聞くのが本筋で,で今後のゲストもどうしていきます裏方 <laughs> <laughs> これ本当裏の話ですけどねいや声優さん来てほしいじゃないですかでちょっと注目してもらえる回になるっていうのも分かりますよねでも本筋としてはその放送作家の人とか プロデューサーとかアニメーターさんとか、そっちですよね。うん、これは迷うぞ。これ僕作家目線で見ると、いや難しいな、難しいやっぱ裏方だから、あの別にそんな盛り上がなくてもいいから、まあ内容がね、普段喋らないようなあ、まあ言っちゃえば安易に。 声優さん頼るんじゃなくて裏方の人に来てもらって内容重視でって思うんですけど数字悪いと終わるからな番組って <laughs> <laughs> あんま渋く行き過ぎてもな内田さんに肩を叩かれる日が来ちゃうからまあ考えますよちょっとね沢木さん。 お願いしますの、ね、その経とか見せられてねそ<う>やっぱ鈴村さん桜井さんの話がの、ね、上がってんなってなるとさ <laughs> 声優さん呼ぼうってなるでしょで声優さんの話を聞くってなったらいよいよ俺がいらないんで <laughs> ここを声優さんの方が強いからサッカー目線で言うとうん。 まあ悩みどころですね。前回結構ね、うん、数字気にしながら話をした回だったということは、うん、そうですねはい今回どうなるかはい今回どうなるかえっとはい改めて今回もね、えー、大沢さんと話していきますからええー、お楽しみ、えー、裏方今日もよろしくお願いします。裏方 はい、ではここからは、えー、先週、えー、前回に続いて、えー、とゲストはこの方です。声優事務所インテンションのマネージャーの大沢美奈子さんです。はい、えー、インテンションマネージャーの大沢です。よろしくお願いします。今回もお願いします。お願いします。前回のは大丈夫そうですかね。いやちょっと怖いです、ね。これからですね。<laughs> <laughs> えっと今日はえっ、ー、とまずですねアフレコ現場の話を。<laughs> はい。 したいなと思って、えー、とまあお粗末の現場ですよね大沢さんと会ってたのは、はい、えー、あれは皆さん来てらっしゃるんですかあの各声優さんの例えば6つ子で言うと、はい、6人ともマネージャーさんっていらっしゃいましたっけうん、うん、現場そうですね結構いらっしゃってたと思いますね僕たちとは違うフロアに た、うん、まってますよね。そうですねあれね <laughs> あれ気になるんですあれ何ってんすかいつも <laughs>、えっと。えっと我々はい、我々がいるフロアは、えっと、声優さんが当然収録スタジオ入ってます、うん、でサブ調整室かに、うんえー、音響監督えっとアニメの監督、はい、僕プロデューサーなどなどがいてでこれとはフロアが違うんですよ。えっと、マネーージャーさんが <laughs> 女性が多多いいでですすよねああ多いですね,多いですよねほとんど女性の方なんですけどこの方たちが違うフロアでなんかねずっと喋ってるんですよね <laughs> たまに入るんですけどあのフロア、はい、あの自販機あるじゃないですかだから飲み物買いにねたまに行くと会話がピタッて止まる時があるので <laughs> ってたでしょ今っていう何の話してたんだろういやー あのー、そのそ下のフロアがやっぱり役者さんが休憩したりとかで使ったりするじゃないですか、はい、なので、まあ、なるべく邪魔しないようにっていう意味もあって上にいたりはするんですけど、あのー、あとはメーカーの方とかもいらっしゃるじゃないですか、はいはい、でそこでマネージャーさんがいるところで打ち合わせしたりとかあ,なるほどあそこでやれる。 ことが多いんで。そういう話をしてたりします。えっと、松でいうと、例えば、今度、こんなイベントがあるんですけど。スケジュール、なんとか、とか。内容はこんな感じみたいな。そうです。そうです。そうなんですか。いや、結構。キャッキャやってるから、なんか。いや、キャッキャやってないですよ。あ、そうですか。なかなか生臭い話が。展開されてるんですね。違うフロアで。あ、そうですか。ええ。 あとその現場アフレコ現場を一番知ってる人って実はマネージャーじゃないかと思って、うん、まあ当然数が多いですよね行く数が<ー>見る数、ね、数が多いじゃないですか、はい、で、えっと、役者さんは目の前に本番ありますから、うん、まあ入ってると思うんですよ。はい、いくら経験値がすごい高くても俯瞰で見るっていうとこまではなかなか難しいですよね、うん、収録がありますから。 で音響監督もアニメ監督も、うん、えと今から収録が始まるっていい感じに俯瞰でで見れると思うんですよマネージャーが一番ちゃんと見てんじゃないかなと思って<ー>空気とか、はい、こういう感じになったら作品って跳ねるなとか <laughs> そうなんかその辺を教えてもらいたくて。<laughs> 跳ねる。僕僕ね、まさかのね、もしかしたら音響監督やるかもしれないんですよ。嘘。そうなんです。これは聞いてみようと思って大沢さんいや、正直わかんないです。何が跳ねるかは。あ、そうですか。うん。おそろさって全然分かんなかったじゃないですか。分かんなかったですね。ね。なんでその現場で単位じゃ全然わからない。あ、そうですか。かもしれない。空気がいいとか雰囲気がいいとかっていうのはもちろんありますけど。うん。 めちゃくちゃギスギスしてても大ヒットみたいなのももちろんあったりもする、うん、そうなんですよね<し>あれ現場の空気って大切っていうのはすごいわかるんですけど、えー、結構直結しないんですよね直結はしてない気がしますね。そうなんですよね面白いわっつって笑っちゃったわーっていうのほど、うん、あれみたいな反応だったりしますよね。 はい、マネージャーさん的にはどういうアフレコ現場が嬉しいんですかあ,<ー>ありがたいといとうかどうなんでしょうね、まあ、私に限っての話ですけどやっぱり、まあ、前回の時もちょっとお話しましたけど作品の方向性とかこういうことをやっていきたいとか、うん、こういうふうに見せたいとか、うん、まあそういうのが共有されてる現場って、うん、やっぱり一丸になって。 ていくくのがすごくあの空気も良ですしみんな何をしなきゃいけないとかうどういうふうにしていきたいとかっていうのが見えてくるんでいい感じだなって思うことはありますよくあの旗立てるみたいな言い方しますよね、えー、旗を立ててもらわないとどこに向かっていいか、えー、何していいか、えー、そういうのを仕切るのは音響監督さんになるんですかアフレコ現場では。うん さんからしたらそうなってくるんじゃないでしょうかね。ねあの、はい、一番最初に一番大きな旗立てるのは当然監督、えー、アニメだったらアニメ監督ですけど、はい、それをまあバトンを引き継いでというか、うん、あ音響監督になるんですね。そうですね、えー。きっとそうなんだとは思います。旗から見てる分ですけど。うんあと、はい、なんかありますか？アフレコ現場について。あ 気になることうとん話してみたい話こといや <laughs> そうですね松原さんから見ていろんな現場見てらっしゃると思うんですけどあのお粗末の現場のたたずまいというか、はい、あの現場ってどうだったのかなっていうのはああそうですねまあ僕が最初やらせてもらった時ってもう 全く知らない状況なので皆いやさんのことも知らないですしアフレコのこともあんま分かってない買った時に受けた印象はまあプロの集団だなみたいな感じでしたねすごい仲いいじゃないですかで始まるまでわちゃわちゃやってますよね、はい、みゆくんいじってるし、はいえー、いなんかありますよねあのノリが。えーはい、で まあ当然ですけど始まったら顔つき違うしでいやまあまあ偉そうに聞こえるなそのあんなキャリアある人たちなのにちゃんと自分の取り分取っ,って帰ってくっていうかあんだけ仲良かったのに始まると僕はね「アフレコに関しては素人ですけど結構やり合うなと思ったんですよね。 あうん、結構ちゃんとここはっていうとこ取って帰るなっていう、うん、なスタンドプレーっていうんですかああいうのってそのうん違うか何て言うの,なのあのなんだっけな何ていう言葉だっけ <laughs> ラグビーとかでよく言うんですよねラグビーってチームプレーですごい大事でしょ <laughs>、えー、チームワークが。はい、に見えて実は個人の仕事を突き詰めてるみたいな<ー>ところがあるんですって。えーうん、そんな そこまで周りのこと気にしてるっていうよりは自分が与えられた仕事をでその自分の仕事だけひたすらやっててそういうやつらが集まるからすごい跳ねるとかすごいパワーを生み出すみたいなそういう感じがしましたね。うん、そんな印象でしたねああとはやっぱまあ あの作品はみんなベラボーにうまいですよね <laughs> いやすごいなって、うんね、思いますね何,何人かスタッフに言われましたよ「うん、その今後ねあの松原やっていくならこれがベースだと思わない方がいいと怪我するよ」って「これこの人たちの技量とか、うん、あのこれぐらいやってもらえるんだ」っていうのが当たり前になると「痛い目見るかも」みたいな言われたことありますね。うん、レベル高いいよこれは相当みたいな かもしれないですね。いやいいですよね。うん、はい。あ,あそうあとね抜き収録について聞きたいんですよ。へ<ー>抜き収録って <laughs> これ聞いてる人はわかるんですかね。あわかんない方もいらっしゃるかもしれないです、ね。例えばちょっとおスマスさんばっかりで申し訳ないですけど、6人で都合でわちゃわちゃしますとなったときに。 6人全員集まって撮るのがまあね目指したいところなんですねでも、えー、っと売れっ子さんだとよりスケジュールが合わなくて、えー、っと今回は5人しか集まりませんでした4人しか集まりませんでしたっていうのがあって抜きになる人が出てくるんですね。4人で撮ってでそれを、えー、っとそのデータを残しといてで後日残りの2人が来るとか1人ずつ来るとかで。 穴埋めをすると。あの抜き収録は。俺。<laughs> 嫌なんですけど。何かなりませんか <laughs>。いや、あのー。これもその取り方。の種類の一つ。というふうに私は思ってはいるんですけど。はいはい、その。全員で撮るっていうことに対してのメリットがある作品。うん っていうのはもちろまあ掛け合いでやってその人の反応を見て返すっていうことが多分お芝居としてはすごく正常なものなんだと思うんでそれはそれとしてのメリットがあると思いますし、はい、まあ抜き収録っていうものに関して言えば、まあ、あの今って結構いろいろ。 音響制作さんだったりとかが、まあ、丁寧にいろいろやってくださって、うん、抜き収録でも、まあ、そのみんなと撮っているにそんなに差がないように収録をしてくださったりとかもするじゃないですか。なので、まあ、新人の子とかで言えば抜き収録の場合だと、まあ、じっくり見てもらえたりもするのでーそれがこうとなす場合ももちろんありますしなので、まあ、一概になるほど,どう。 こうというのはなんていうのそうなんですねだからその抜きの方がいい時もあるんですよねそういう場合もきっとあるんだとは思いますあ,<ー>あえてそうしている場合ももちろんあると思いますし確かにな、まあ、内容によってそうか、うん、その受け受ける側のお芝居の時って、はいえー 成立しそうですもんねなんんかででででききそそううすすももねね抜やっぱり特に上手な方とかっていうのはうそこから読んで一人でもちゃんと収録ができたりもしますしねもちろんその上手じゃないとかっていうわけじゃなくて、はい、あのもちろん一人でも、えー、と皆さんのいろいろ材料を持ってきてくださったりとかはするので。うんうん、あの そこまで大きく差がなく収録できたりっていうのは今はできたりはしてるんじゃないかなとは思いますけどあとはもう役者の気持ち的にはやっぱりみんなで撮れた方がもちろんいいのかなという気もしてますしそれはスタッフさんもそうだとはもちろん思うんですけど。うそうなんですかあ よかったですこの質問聞いて忙しいから、うん、あの仕事を受けすぎてるから単純に来れないぐらいの認識だったんで<ー>言われてみると確かに、はい、折り合いがつく部分もあるし何、うん、だったら、ね、あの全員でわちゃっと取らない方がいい時もありますもんね確かにそうですねなんかそのスタイルの一つではあるのかなというふうには思いますねう さて次ですけど担当声優さんについてあ、はい、これ来ましたね <laughs> これ来ましたよ数字が上がる <laughs>、はい、桜井さん、はい、鈴村さんが実際どんな人なのか教えてほしいんです、はい、僕はまあ仲良くこう、はい、お話しさせてもらってますけど、えー、当然大沢さんの方が何倍も知られてると思うんで <laughs> どんな人そうですね僕ね僕ちょっっと先に言櫻いい、はい、井さんはあのまあごは何回もうん、うん、連れてってもらってますしまあ緊張しないというか、うん、あの大丈夫なんですね、はい、大丈夫っていう言い方失礼ですけど <laughs> 鈴村さんなんですけどこれ初めて言いますけど。はいはい 緊張するんですよ、鈴村さん。え、なんでだろう。わかんないんですよ。<laughs> あんま僕緊張する人いないんですけど、<ー>鈴村さん緊張するんですよね。毎回。はあね、鈴村さんと話した後、うん、こう帰り道とか家帰ってからとか、はい、やっぱ緊張してんなっていつも思うんですよね。なんかね、<ー>うんどう思ってんだろう。すごい人じゃないですか。 すごくてなんか完璧に思えるんですよねあ<ー>これ言,う言えば言うほどなんか桜井さんお前はどう思ってるよっていう,うになりかねんけど <laughs> あ<ー>こう腰も低いですし当然もう達者ですし何でもやられますしであのまたラジオ帯で始められるとか、えー、大沢さんから聞いた時にも感動しましたし、えー、あの。<laughs> ねはい、年齢とキャリアでまた新しいことをやるんだとか、えー、で穏やかですしね、はい、優しいですしでイベントをやらせてもらった時に、はい、一回ねそんな怒ってはないですけど、えー、ピシッと言ったことがあったんですよ。ゲネの,、えー、の最中だだっったかな、えーうん、そ,それは困るんだよっていうことを、えー マイク使って全体に言われたことがあって。はい、それもされるし。<laughs> <laughs> その後の。いや言いにくいじゃないですか。<laughs> そのね。ねしかもその、こう。こう、なんていうの。うん。いや、そうな緊張するんですよね。なんか。<ー>ちゃんと思われたいとかが、ずっすらある気がするんですよ。よ自分の中で。<ー>ちゃんとしてるって思われたいとか。はい。 ちょっと格好つけたり、うん,うん、だから絡まあるんですよね。<laughs> <う>あ、そうですか。はい。なるほどな。いやなんかボロが出そうで何も言えなくなっちゃった。いやで <laughs> そのボロを教えていただこうと思って。<laughs> いやでも僕今、はい、魔法にかかってるんですよ鈴村さんの。<laughs> いやでも多分その鈴村に関して言えば本当に皆さんが思っている人なんですよ。 本当に、うん、あの裏表がないくて、うんうん、もう本当に穏やかでもありますしす、ね、やっぱりうちの会社の社長なんで、はい、頼りがいもすごくあるし、うん、そういう意味ではそのやっぱり経営者としての顔があるっていうのは。はいはい もし櫻し井と違う部分なのかもしれないなというふうには。うん、その経営者の部分の顔があって、えー、で現役バリバリ感もあって、はい、でこのなんていうんですかこうサブカルとかこうカルチャーの方のね、えー、あの面白さもあってほ、はい、<え>本当にいアイディアがいっぱいあるんですよね。あののない時間の中でどうやって いろいろ工面してんだろうなっていうのは私もびっくりすることが多いんですけど、うんうん、そうだなそっか出なかったまさかのうんもう本当まんまなんですよねあのまんまなんででも本当にわかります言われてることは、うん、皆さんの思ってる鈴間賢治は鈴鹿賢治ですって言ってもいい感じではあるん、ね、ですねいるんですねあんな人間が <laughs> <laughs> 櫻井さんはどうですか <laughs> そうでですすそね桜井も何でしょうすごくやっぱりあのー、見たままあの感じなんですけど、うん、スタンスも含めて皆さんの知ってる感じ、はい、あのまんまではありますけど思ってる以上にちゃんと思いやりがある <laughs> 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 皆さんが思われてる以上に <laughs>、はい、<laughs> あんな目はしてますけど <laughs>、はい、<laughs> 思いやり心があるっていうあ、そうですね <laughs> そうなんですねあのすごい過去ものすごい傷ついたことがあるのかなっていうぐらい、うん、ちゃんとこうよく考えて人と接してるなっていうのはうんなんか救われたとかちょっと助けてもらったなみたいなあります、はい あーすごいいっぱいありますね桜に関してはあの長かったのでもちろんそれは鈴村もあるんですけど、はい、うーんいやなんかよくやってくれてるよっていうことをようなことを言ってくれることがもうその時はちょっとちっちゃく「よかった」って。<laughs> それやっぱちょっと見ててくれるんですかちょっと今しんどそうだなとかいや何のタイミングなんでしょうねどのタイミングでしょうね、うん、ちょっと多分何かのお話の流れだとは思いますけど、うん、多分うん、うん、なんか気になることがあるからじゃないですかねですねすごい嫌なお願いをした後とかだったのかもしれないですよねあはいはいはい,はい、はい、<laughs> 分かんないですけど でも絶対向こうもも気使いますんかもうマネージャーと役者ってまあキャリアももちろん違いますし、はい、やってることも全然違うんですけど、うん、仕事の上ではフィフティ,ィ,ィ,ィじゃないとやっぱり、うん、あのー、俯瞰でお互いにこう仕事を見てられなかったりはするな,なるっていうのは私の持論ですけど、はいはい、なのでできる限りその。 しっかかりこう相対するという仕事に対しても「これはこうだと思います」とかっていう話ができるようにならないとうん、うん、多分いかんだろうなっていうふうに思ってたのでうん、うん、割とこうさっ、まあ、前回の時にお話したように意見でぶつかったりとかっていうこともありますけどうん、うん、そういう、まあ、深めの話とか。 ということは仕事に対してですけど、うん、まあやっぱりがしっとやったりするのでそういうところでもしかしたらさっきみたいな言葉が言われたりとかって、うん、いうことがその流れであったりとかはしたかもしれないですね。で、うん、でねお二人とはどのぐらい年齢差があるんですかあーと <え>大体10個ぐらい10上のこのスーパースターとフィフティで喋らんなきゃいけないじゃないですかいや胃がキリキリします最, <laughs> 最初からじゃないと思うんですよ、はい、そうですねですよね、はい、でも確かにおっしゃる通りそんな気使ってばっかり腰巾着では意味ないと思うんでフィフティで喋らんなきゃいけないと、うん、何をしとけば対等に話せるんですか 全然わかん例えばその何、ねはい、ていうのかなこんだけこっちも勉強してんだからとか、はいうん、あなたたちより広い情報を知ってるからとかああいや、まあ、ちょっとそういう感じではないですけど、うん、本人たちが見ているものじゃないものをもっとこう<ー>情報収集をしてっていうことは知ってますよね。うんうんうん ですよね。はいうん、なるほど。うんだから違う目線を持っておくっていう。ところですよね。うそうですね。やっぱ、ずっと、こう、同じ人見てると。どうしても。慣れちゃうというか、その、うん。それがいい悪いが分かんなくなってきちゃう。気がしていて。うそうですね。分かんないですけど。いや、だと思います。相当大大変だと思います。そこバランス取るの。えー、外向いてないと。なんで、まあ、こう、いろんな人と。 会う時を増やしたりとか、うん、私自身一個いろんな人をお話しさせていただくとかっていうことは。意識してやってきたかもしれないですね。さあ、時間になってしまいました。<laughs> ええー。結構喋りましたね。うん,うん、喋、うん、りましたね。はい、めちゃくちゃ怖いですよ、これ。<laughs> また、あのー。 今回2回にわたって、来ていただきましたが、またですね、あの、アフレコで会うと思いますんで。エピソードがたまったら、遊びに来てください。ぜひに。はい。アフレコ現場で、会いますから、こう、一緒にネタを探して。ください、これ、次、喋ろうみたいな。はい。あれば。今回は。ありがとうございました。本当にありがとうございました。大沢さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。 裏方。はい、エンディングです。えー、っと大澤さん、本当にね。改めてありがとうございました。まあ、やっぱ裏方の人呼びますかね。なんか裏方さんゲスト。ちょっとあのスペシャルな回に、ね、人気声優さん。来ていただいて、そこまでは我慢して。 我慢しててすすげえ失礼な言い方ですけど <laughs> クリエイターの方とかね裏方さん来ていただきましょうかえっ、ー、とメールメール募集しますえっ、ー、とですね皆さんがあ話を聞いてみたい裏方の人、えー、喋ってほしいテーマそれから松原周への質問、えー、など、えー、番組の感想など何でも受け付けていますすべ、えー、てのメールはこちらのアドレスからお願いします 裏裏方アットマーク JO net 裏方 joqr.net joqr.net です、えー、この番組は放送終了,終了後に、えー、アーカイブをですね、えー、YouTube で配信してますのでそちらもよかったら聞いてください、えー、そしてこの番組は現在新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、えー、2週間おきの、えー、番組更新となっています えっと6月5日は5月29日放送分の再放送となりますですので次の更新は6月12日ですね、えー、ちょっと開いちゃいますけどしょうがないですね粛々と進めてまいりましょうはい、えー、今回もありがとうございましたおやすみなさい